はい、皆さんこんばんは。今からスプーンで、このティースプーンでワインのコルクを抜くをやってみたいと思います。準備はティースプーン、この尖ったものですねと、ナイフ、まあ、ナイフはこれ外すだけです。はい、いきます。はい、これは無頓化で2018年ボルドー白ワインですね。で、このようにコルクになっています。これハーフボトルですけど、まあこのくるくるっと回すタイプじゃなくてコルクになっています。ではここにティースプーンで、コルクを引き抜いてみたいと思います。いきます。この方法としては、ここのですねティースプーンの後ろをこう刺してグリグリっと押し込んでいって、コルクにですね、で奥まで入ったらこう90度回してこう引き抜いていく、そういう形です。ではやってみたいと思います。一応こちらタオルを用意しているのは、こうグッと押し込むときにですね、こう手がこのままやると痛いので、一応タオルでということです。では行ってみたいと思います。まずこう十字に見えますか、入れます。そしてここからが結構硬いので、はい、タオルを使います。はい、どんどん入っていきますね。ちょっとこうやって見えます、ちょっと押し込んでた状態になっているので、この場合はもしかするとこう中に落ちちゃうかも。ただまあやってみましょう。これちょっと横からどうなってるか見てみましょう。これちょっとこれ外して、こんな状態ですね。今ちょっとこう押し込まれた状態、ゆっくり、結構入ったと思うんですけど、まだ出てきてないですね。もうちょっとですね。はい、突き抜けました。これ見えますか？これ突き抜けてますね。そしてここからがポイントです。ここからまあ十分に押し込んで、そしてこう90度回転させます。ちょっとコルクも今一緒に回っちゃってますけど、そしてこれをゆっくりちょっと回した状態で、見えますかね？ゆっくりこう、ゆっくり抜けました。全く傷がついてなくて、これ今抜いてみますけど、あ、今回は全く十字になってないです。こっちが綺麗にこう奥まで入ってグッと引き抜けましたね。ではこちら準備していたグラスに入れてみましょう。ポイントはですね、コルクを押し込んだ時にはこう粉が出る時があるんですけど、コルクは潰れてないので綺麗なまま、こう白ワインが透明なままですね。はい、ではご視聴ありがとうございました。じゃあこの これがスプーンですね。こういったちょっとまあ丸まってるタイプのスプーンです。で、こちら、はい、いきますよ。見えますかね、タオルが、はい、コルクがコルクにこうゆっくりゆっくりスプーンが入っていきます。
じゃあこれワイン、グラス持ってきたんで、グラスに入れて。出てこないですが、ちょっとね、出てこない。じゃあもうちょっと押し込みますね。押し込むと、コルクが中に入ります。もう落ちましたね、コルクが。見えますか？こっちからいいかな。はい、これであとはゆっくり。はい。スプーンで押し込んで、ワインを開けました。スプーンを使ってやってみたいと思います。これぐらいの薄さですね。見えますかね？見えますかね？これぐらいの薄さ。ちょっと分厚いかもしれないから、押し込んじゃうことになるかもしれないです。ではやってみたいと思います。いきます。ゆっくりですね。あまり焦らない方がいいですね。これはちょっと焦らずにこう、はい。あ、ちょっとこれ沈んじゃいましたね。いけるかな。ちょっと抜けてないな、まだ抜けてないけど、ちょっと押し込む形にちょっとゆっくり、と押し込んじゃいましたね。ではここから一応、まあ、押し込んだら押し込んだで飲めるんですけど、ちょっと押し込んじゃいましたね、あっさりと。はい、まあ、こんな感じです。まあ、このままこれは入れれば飲めます。ちなみにですね、これをコルクが中に入ってます。まあ、これ押すと見えますかね、押すとこう奥に入っていくんですけど、最初の時だけこれね、グラスでちょっとだけこう入れるとコルクがこうですね、中に浮いて、まあ、あとは飲めます。一文字にこうグリグリとこう入れていって、最後に90度回してこう引き抜くということを進めたいと思います。ちょっと下っ、コルクが入っちゃった。あー、失敗です。コルクが入っちゃいましたね。でもまあやってみましょう。残念ながら今回はコルクが押し込んで開ける状態になってしまいました。まあまあこれでも飲めるんですけど、失敗ですね。今日は失敗しました。じゃあこのまま栓を抜いちゃいましょう。これでもまあ飲めることは飲める。これでちょっとコルクを中に押し込んじゃいましょう。押し込みました。はい、これは抜くではなく押し込むという形になって今日は終了です。ありがとうございました。では、はい。